どうしたんだ、ここにいんの。あれほら、あれだから。何？どういうこと？どうも、その節はお世話になりました。え？知り合いだったの？あれほら、隆一さん、ちょっと来てくれないと。いや、すいません、今ちょっと。ああ、おい。車どうもありがとう。それからトマトも。何？車？トマト？卵焼きうまかったよ。何？何？卵焼き？隆一さんってば。ちょっと今行きます。ちょっと帰らないで、待っててくれ。帰るなよ、帰るなよ。昨日のお葬式盛り上がったんだって。いやね、あの先生前からちょっといい感じだと思ってたのよ。残り物には福があるって本当よね。もちろんプロポーズできたんでしょ。なわけ。いや、長谷川君もね、お父さんの厳粛なお葬式で緊張のあまり失言しちゃったみたいで、もうなんだ、大勢の前で告白したんだって。ずーっと溜めてた思い。いや、もう羨ましい。でもさ、そういうのって今更あんまり燃えないんじゃないかな。まあ、バッと燃え上がるような恋とはちょっと違うかもしれないね。なるほど、ね。はい、キッチンサンドサンド。かっちゃん。ああ元気？まあ、さ、今夜さ、一緒に飯食わない？ごめん、今日は。そっか。じゃあ北口の弁当屋で弁当でも買って食うかな。あれやめといた方がいいよ、賞味期限切れてるの出してるから。うう、人んちの弁当には毒吐くな。まあ、うちも出してるけどね。ふざけんなよ、俺なんて3食に1回食ってんじゃないかよ。なわけないでしょ。リアクション大きいよね。私に出てたんじゃないの。さ、たまには外でさ、話したいこともあんだよ。いや、私さ、かしこまられんの苦手なんだよね。もうさ、レストランも予約したんだよ。たけしも誘ってさ、エルロマーナ8時。8時？
生け花のお時間なの。習ってねえよそんなの。なんどうにか都合つけてさ。お願い待ってるから来てよ。その後お茶裏千家。あのさ絶対すっぽかすなよ。来いよ絶対待ってるからな。じゃあな、じゃあな。その後薙刀柳生八宗流。話の途中で切るね。俺行かないよ。ああそんなこと言わないで一緒に来てよ。ねえねえねえこれだ。ブーおばさん草。ああ嘘やだ。もういいよやめたやめた。私も行くのやめた。何かさ大変なのよ、うん、弁護士さんから聞いたんだけどお葬式に来たあの背の高い男の人、うん、お父さんの霊の隠し子らしいの。 あいつのことをさそんなふうに言うなよ。あいつ俺さちょっと急いでるから待ってよ龍一。何よこんな時にどこに行ったって言うの。用事があるんだもんしょうがないじゃない。どこに行ったのかしら。もしかしたらお父さんの遺産狙ってるんじゃないかしら。違うよ俺が呼んだんだよ。え龍一ちょっとさ母さん俺本当に大事な用事あるからさ話は帰って聞くね。長谷川家の一大事に何言ってるの、ね、もうすぐ弁護士さんがここに来るわ。 あなたがいなくちゃ話にならないでしょう。こちらにございます。どうぞ。何かお飲みになりますか。ああ、いえ、待ちます。かしこまりました。不動産のすべては奥様の八重子さんに。相続税を払っても老後の蓄えに支障はないだけの預貯金を残しておられます。母さんよかったじゃない。これで安心したろう。じゃあ俺ちょっと行くか。龍一には。いや残りの定期預金と有価証券は龍一さんに、うん、以上です。以上。いやそんなはずないよ。以上です。だって父さん次郎のこと気にしてたんだろ。でも先方とはこれまで連絡取ってなかったみたいだし、お父さんも本当に自分の息子かどうか確信なかったんじゃないかしら。だから黙ってたんじゃないかしら。ちょっと待ってよ。じゃあ次郎はどうするんだよ。だけは俺大嫌いな男だから。素敵。いや来る途中にさこれあんまり言うと嫌らしいんだけど、子猫がこう雨に濡れててさ、雨に濡れないところに保護してきて、そう、なんかつい優しさがね。ギャー。このワイン美味しかっただろ。俺飲んだことあるんだよこれ。だから先に飲ませようかなと思って。ごちそうさま。そしてさようなら。ちょっと座ってよ。この店美味しいって聞いたんだよ。だからちょっと味見だけでもね。あれたけしはうちで食べてる。私も来なきゃよかった。なんだ日頃食べられない美味しい料理食べさせてやろうと思ったのに。どうせ私の料理はまずいわ。いやで食べよう。とにかく食べよう。こっちは美人だしね。だけわかんない。今日は呼べないと。にヒロ。はい。お客さんどうぞ。私、長谷川家の代理の者です。母ちゃん、乾杯しようか。何、まだ怒ってんの。これ、金伝わりな。なあ、まあそれ俺もいつよがいつよかと思ってた。こういうお店ってさ、形ばっかりで肝心なルールがおろそかだったりするんだよね。本当ね。長谷川君みたいに。どういうことや。遅れてきたのに謝らないから。だから謝ったじゃん。待たせて本当に悪かったねって言うんじゃない。だから待たせて本当に悪かった。私が言ったままじゃないよ。
だから悪かったよ。どうしても抜けられない用ができたんだもん。どんな用事か知らないけど、私との食事よりもそっちの方が大事だったのね。まあ仕方ないか。それは絶対に違う。もうさ、今日だけはさ、喧嘩やめようよ、ね。何？急にヘラヘラしちゃった。大丈夫？とりあえず食べたら。いや、あの、その前に。かっちゃん。離婚しましょう。ああ、上等だ。今すぐ離婚届持ってこいよ。なんだよ。あんたもんだ。お前の方が離婚じゃするんだろうが。お手紙出されるわ。なかなか賑やかでいいお店ね。うん。これは長谷川家からの気持ちです。お納めください。それから、この書類に署名と捺印を。これで一切後腐れなしということです。では、ご署名を。葬式に呼びつけたのはそっちの方だろう。帰ってくる。テーブルで食べてたスイカのショートは。申し訳ございません。先ほど終わりました。終わり？嘘。いや、あのここんちのさ、カカオのプリンめちゃくちゃ美味しいらしいよ、これね。ねえ、ダメなの。メイン食べてる時からあれ食べるって決めてたんだから、もう口も胃袋もスイカのショート待ち望んでるの。あれがないんだったらいらない。あ、そう。じゃあ俺、あのカカオのプリン。はい。長谷川君が1時間待たせるからよ。だからさっきから2時間以上謝ってんじゃん。1時間40分よ。こんなことならたけしとうちで食べるんだって。うん、俺もかっちゃんの晩ご飯最高だからな。俺毎晩食べたい。いいよ、特製弁当毎晩届けてあげる。本当？特別割引、ラッキー。だって10年来の友達だもん。どうしてこうなっちゃうんだよねえ。俺たちの会話ってさ、そっから始まってさ、散々遠回りして、なんでそこに墜落すんの？追加のショートがなかったから。違うよ、かっちゃんが肝心なとこから逃げ出すからだよ。昨日の返事聞かせてくれ。あれ、本気で雨降ってきた？あっちゃん、やばい、洗濯物。あ、あの、いろいろあったけど、とりあえずごちそうさま。何？私こういうキザなことする人だけ。違うよ。何が違うの？だって俺頼んでないもん。え？うわ、みんなこっち向いてるよ。なんだ、俺。長谷川君、私を晒し者にする気？昨日だって厳粛なお葬式で笑い者にされて、長谷川君といるとろくなことになったか。普通そこまで言うか？だって長谷川君普通じゃないもん。何が気に食わないんだよ。料理はうまいし、こうやって店のサービスで楽団も来てくれるし、完璧じゃねえかよ。誰やで、今度開き直っちゃう。僕ばっか言うなよな。たかが1時間待たせたぐらいで。すいませんね、この人酔っ払うと声が大きくなるんです。せっかくの演奏が聞こえやしないね。俺はな、10年間かっちゃんのこともあったんだからな。失礼しました。お席を間違えていたようで失礼します。
人生ってのはずっとこうなんだ。肝心な時に外しっぱなしだよ。私が預かっとこうか。え、長谷川君持っててもしょうがないでしょ。じゃあ一生預かっといてくれ。ちゃった嘘だろ、うマジ、うえどこ、何そのうろたえぶりは。くれたんじゃなかったの、長谷川隆一一世一代の覚悟で返そうか。え、違うよ、お前のことほらがっかりさせて悪いと思ってさ。お前だって出世早いね、長谷川君。意外に結構亭主関白。返そうかな。なわけな、ないよね。長谷川君優しいもん、すごく。世界で一番は言い過ぎだけど。うち寄ってく、うん、ん、でも、たけし待ってんな。送ろうか。いいよ、ここから。だって心配だもん。指輪がでしょ。いや、指輪はなくなってもいい。気持ちだけで。あれ花子。え、私龍一さんとこでお手伝いしてた木下花子です。どうも。花ちゃん、どうしてここを分かったの。旦那様が亡くなったって聞いて青森から飛んできたんです。奥様に聞いたらレストランを教えてくれて。今日は本当にまずいタイミングだ。いいえ、来てよかったです。あなたに会えたから。私は子供もいないし、私の方が龍一さんのこと幸せにできると思います。あ、母ちゃん何言い出すんだよ。この人3年前龍一さんは私の愛に応えてくれました。青森に帰る前にたった一度。ああ、そういうこと。じゃあ当事者同士で話し合って。じゃあ、すいません。10年前龍一さんが貿易会社辞めたのもあなたのせいなんでしょ。ちょっと黙ってよ浜ちゃん。いいえ、言わせていただきます。出世棒に振って死んだ友達の奥さんそばで見守ってたいなんて、龍一さん人生棒に振ったも同然ですよ。あなた龍一さん不幸にしてるじゃないですか。浜ちゃん、いい加減にしろよ。かっちゃん、かっちゃん、かっちゃん、浜ちゃん、ごめん、もうほんとごめん。もう勘弁してくれよ。そうやって毎年毎年夏になるとさ、俺んとこ来て泣くの。早かったね。うわ、すっげえ。龍一も無理さん。こんなもん。ほなちゃん、よかったわ、龍一に会えたのね。はい。母さんさ、うん、なんで浜ちゃんに俺の居場所を教えるわけよ。だってわざわざ龍一に会いに青森から来てくれたのよ。悪いじゃない浜ちゃんにね。毎年来てんじゃないよ。そういうこと言わないの。洗ってちょうだい。はーい。じゃあ、あとは頼むね龍一。うん、あの人のことは弁護士さんに任せといたから。え、任せたってさ、どういうこと。あとあと揉めると大変なことになるらしいの。弁護士さん、あれからあの人のところに会いに行ってくれたわ。今のうちにね、お金で手を打っといた方がいいって。お金、うん、だから弁護士さんがね。どうしてそんなことしたんだよ。朝早くすいません。合田さんいらっしゃいますか。次郎、
起きた人。帰ってくれ。すまなかった。昨夜は弁護士が失礼なこと言って謝りに来たんだよ。本当にすまなかった。帰れって言ってんだよ。それ親父からもらったんじゃ。知らねえよ。その十字架首にかかってたんだよ。施設に置いてかれた時から。昨日のデートどこまで行ったんだ。食事だけってはずないよね。目の下クマできてない。できてた、できてた。やっぱりさ。ねえ、このビルの屋上の注文の予約受けたのさ。私です。なんか名前は言わなかったんですけど、男の人の声で。いろんなことがありました。これ食いたかったんだよ。注文するときは名前ぐらい言いなさいよ。何、2個も食べるわけ？あ、一つはあんたの分よ。食えば。そういうサービスはしてないんです。何よ、話して。あの時なぜあんなことしたの？話して。あんた、あいつの何よ。女？どうしよう、配達間に合わない。ついてこないでよ。それ以上近づかないで。俺はあいつのもの欲しがったりしねえよ。で、いくら？え？特製弁当2個2000円。あ、いや、それどころじゃないのよ。このドア開けて。この間ジャフみたいに修理してくれたじゃない。鍵ぐらい開けられるでしょ。無理。え、どうしよう。よりによってこんな時に配達間に合わない。どうしよう。開きました。麦茶いる人。はい、はい、はい。Thank you.
話あんだけど。お弁当なら晴美さんが塾に届けたでしょ。うちまで来てくんないかな。冗談でしょ。あの青森の彼女に刺されちゃうわ。もう来ないよ。だってかっちゃんと結婚するって言ったんだもん。いつ誰がそんなこと承諾したっていうのよ。私は長谷川君の人生を台無しにして不幸のどん底に陥れた疫病神みたいな女よ。ああ、やっぱり気にしてんだ。まだ呆れてるだけよ。何が10年かっちゃん思ってたよ。3年前何したっけな。え、まあ長谷川君も男だったってことよね。だからちゃんと説明するから来てくれよ。いや、分かった、じゃあここで話す。確かにね、彼女とはそういう関係になった。でもね、そんなこと聞きたくない、思い浮かべたくもない。あ、そう。じゃあ今後一切そのことには触れない。なんですね。はい、なかったことにしようってわけ。だって聞きたくないって言っただろ。聞きたくないけど、した以上なかったことにできるわけないじゃないよ。ああ、やっぱこだわんだ。こだわってなんてないわよ。じゃあなんでそんな怒ってんだよ。全然怒ってなんか。あ、そう。じゃあ一緒に来てくれ。一緒に来てくれ。いいよ、偉そうに。なにこれ、どうしたのこの窓。ああ、いや、ロックしたから壊した。何、手で。ロボコップかこれ。お前なんて言わないでよ。配達間に合わなくなりそうだったから仕方なくよ。ねえ、車に八つ当たり。そんなんじゃないわよ。青森から女が追っかけてきたぐらいで調子に乗らないでよ。ああ、そう、カスモが持ってたくないから。あ、指輪、指輪、あの、あれ、うわ、あった、あった。え、あ、ちょっと下ろして、バカ。いいから、ちょっとで話して。指輪も返したんだから、もういいじゃん。あの、浜子とかいう人と結婚しちゃえばいいじゃない。だから、浜ちゃんにはちゃんと話をして、青森に帰ってもらうことをしましたから。おいおい、ちょっと、彼女の聞きたいの聞きたくなる、どっち。長谷川君の顔なんて一生見たくないわ。あ、ちょ、いいから、ちょ、何。いいから、座ってくれ。じゃあこれ見てくれ。何よこれ。うん、親父の遺産。ちょっと待って、問題すり替えてない。お父さんの遺産と青森の浜ちゃんとどういう関係があるの。いや、全然関係ない。ああ、その手で来たか。お金でごまかそうなんて最低ね。そこまで汚い人だと思わなかった。違うよ。何が違うのよ。浜ちゃん、だから浜ちゃん、浜ちゃんはいないっつってるだろ。信じてくれよ、ちゃんと。どうして。これ見せれば玉の輿だって喜んでお嫁さんになってくれるわよ。ん、かっちゃんは見損なわないで。私はお金に目がくらんだりしないわよ。よかった。何がいいのよ。わけわかんないことばっかり言ってないで説明したら。だからさっきから説明しようとしてるだろ。ちゃんとさ、人の話聞けよ。はいはい、長谷川君は女にだらしがなくて遺産がたくさんあるってことだけは分かったわ。で、いや、俺さ、遺産放棄しようと思うんだよ。え、どうして。金に目がくらんだな。危なかったぜ。金目当ての女が結婚するとこだったな。冗談言ってる場合じゃないでしょ。いや、あの、ほら、この間親父の葬式の時にさ、来た弟。え、いや、あいつさ、施設で育ったらしいんだよ。20年間親父の顔も知らずに他人の中で暮らしてきたんだよ。俺はその間親父の愛情たっぷりもらって、その上遺産までもらおうなんて思わない。だからこれさ、これはあいつが受け取るべきだ。かっちゃん、それでいいか。どうして私に聞くの。俺は相変わらず貧乏塾の先生だけど、母ちゃん、嫁さんになってくれるか。金ないしな、女にだらしないしな、俺ダメか。バカじゃないの。そこでグイグイ押さないとって言ったはずよ。そうか、私絶対やだ。
長谷川隆一です。話があるんだけど、聞いてくれるか。会ってくれないかな。会って渡したいものがあるんだよ。会いたくない。どうしても受け取ってほしいんだ、次郎に。あんたにさ、次郎なんて言われたくねえよ。俺は自分の名前が大嫌いなんだよ。誰がこんな名前つけたんだよ。一人で生まれて一人で育ったのに、なんで次郎なんだよ。どうして一郎とか太郎じゃねえんだってずっとムカついてたよ。あんたんとこの父親は龍蔵って言うんだろ。あんたが龍一で、俺は次郎かよ。でも親父は君のことを心配して遺産を残したんだよ。だから受け取る資格があるんだよ、父の息子として。それがあんたたちのやり方か。は？あんたんとこの弁護士にも言われたよ。金受け取って後腐れなしか。いや違う、それは違うよ。おい、ちょっと待ってくれよ。おい、やれるんだろう。後ろ、はい、お客さんだ。看板テーブル。え？いい味出してここにする。来てよかった。いいお店ね。お客さんが褒めてるんだから、ありがとうございますぐらい言いなさいよ。だったら俺野菜の皮しか剥いてねえ。それでもありがとうございますって言うもんなの。ありがとうございます。何しに来たんですか。どうしてお兄さんに会ったけなの。答えなさいよ。会いたくねえからだよ、帰ってくれ。はい。俺、リーチ。開いてるよ。おう。おう。なんだ、一人か。うん。あ、そう。おお、何ない、これうまそうなもん食ってんな。食べる。うん、食べる食べる。いや、ラッキーラッキー。デートじゃなかったの。いや、どうして。婚約したんでしょ。うん、婚約した。いや、まあ、サンキュー。いや、そのことをさ、たけしに報告しようと思ってきたんだけど、そういう時どう言えばいいんだろうな。多い時かっちゃんどこ行ったんだよ。違うって、行くとこあるって。おいおいおい、俺の婚約者は一体誰に会いに行ったんだ。男。え？仕事終わった。やらそっか。なあ、あ、外で待ってる女誰だよ。あれ、お前、ああいう年上が趣味なのか。はあ、そうか、母親にしたらともマザコンってやつか。そっか、
し、ずいぶんまた年上だよな。なあ、こう、ママのおっぱい帰りか。ちょっとママにお会いさせてください。いいんだよ。何やれてんの？この間は車の窓いきなりぶち破るし、まああの時は助かったけど、料理人が厨房をぶっ壊してどうすんのよ。説教なら聞きたくねえよ。私思うんだけどね、あなたのそういう態度よくないと思うよ。うちの息子も父親の顔知らないよ。でもあなたみたいに拗ねてないよ。あんた子供いたの？いいちゃん悪い？ちゃんとうちで留守番してるよ。あんたのこと待ってんだ。そうだからサクサクと片付けて早く帰らなきゃ。あなた誰か待ってる人いないの？え、息子っていくつ？10歳。10歳の時何してた？施設。5歳で母親に捨てられて、親戚にたらい回しされて、10歳の時は施設から学校行ってた。配給の服着て学校行ったらさ、隣で机並べてるやつがびっくりして俺を見せたよ。それ僕のシャツだよ。昨日まで着てたのにすげえ偶然だなって。俺その意味が分かんなかったよ。なんで俺がそいつのシャツ着てんだろうって。そいつ俺にごめんって謝ったよ。その時分かった。そいつの袋が前の日に慈善事業で施設に寄付した古着だったんだ。教室の奴らがみんなそれを確かめに来た。襟のところにそいつの名前が入ってた。そいつ俺に言ったよ。君を傷つけちゃってごめん。もうお母さんに寄付させないからって。なんだ謝んだよ。何で俺がそんなことで傷つかなきゃいけねえんだよ。でも教室中が心となって俺を見てた。何見てんだこいつら。何がそんなに珍しいんだよ。そいつが捨てたシャツ着てるだけじゃねえかよ。なんで泣いてんだよ。分かりもしないで何泣いてんだよ。あなたその時泣かなかったの？どこで泣くんだよ。学校だって施設だって他人ばっかじゃねえかよ。誰の胸で泣けばいいんだよ。誰かを
泣きたい時はちゃんと泣きなさいよ。こんな世界あんたとの騎士のことずっと考えてた。